テレ朝動画。ああ、飾り落ちだな、ちょっと。演技ではないよ。ではない。ちゃんとちゃんとしないと。それ乗っけてるだけじゃん。まあ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 、なかなか落ちない。落ちない。やっぱこの番組のでも美術担当は意外と中西さんだったりしますもんね。あ、本当ですか。なんかいつもやってんだ。もうお高いところの飾りとかは。さっきもライトの調整中西先生やってましたもんね。このライトも芸術ですよこれ。中西さんが意外と美術さん役もやってくれてる。いやいや、やれって言われてやらないと。うん、後でやんなかったねって言われるからそれだけかい。スイッチピッチ押してみますか。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 皆さんおはようございます。おはようございます。あ、俺誰か。ごめんなさい、もう一回。あ、俺そんな気にすることない。やばい。もう今声も元気に声も聞きましたけど、はい、早速ゲストの紹介。はい、12月ということでイベントたくさんあります。イベントといえばお祭り男であります、ライガーさんです。どうも、こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。12月、来年迎える前ということでですね、パーティーもたくさんあります。なのでやっぱ締めてもらうっていうか、やっぱりね、すごいなんかこう、ものを作ってくれたのがやっぱライガーさんなんで、それも期待しているということで、ものづくりといいな。ものづくりですね。はい、もう、はい、天才です。天才ですよ。ライガー本舗っていうぐらいでいろんなものを作っていけるっていう、すごいですよ。NHK じゃないや、テレ東のやつも負けないですよ。あんまり他局のこと言っちゃダメ。あんまりこの曲けなせろと言っちゃダメ。切っといてから。今日衣装がちょっと長西さんなんかまた、そうですね。これを5年ぐらい前作って違う。いや、今日は帽子とかかぶってクリスマス仕様ということで。すごい、これ長西君ですか。はい、いや、まあこれまあこちらはどちら様ですか。これ小島さんです。ああ、半田中西さん。じゃあ2人でまあなんか内緒のこれでチェーン作るっていう、まあまあこの番組の企画なんですけど。これいいですね。今日はこれしかなかったです。いいじゃん。いやいや、どんどん着てるうちにね、洗ってるとこうやってダーッ手で洗うとね、ぐちゃぐちゃになっちゃうんで。手で洗ってるの。手で洗ってるの。衝撃の事実。手で洗ってるうちにこうやって手で洗うと、うん、洗濯機だと落ちないくすみとかで取れるんですけど、でも色とか持っちゃうからね。フリップの色とかも。それは落ちないんだけど、前やったマンモスティーチャーズがあるのが、こうやってるうちに、まあ、普通の白のくすみとかは取れるんだけど、それと一緒にプリントも取れていくんです。食べてるのはクリスマスを、まあ、意識した帽子ってことですね。そうですね。ちょっと、ちゃんとゲストの方も、そう、ライガーさんもなんかいっぱいあるから、何が不足でいっぱいはないよ。何が不足でついてるか。マフラー、マフラーは俺のものだ。自分は一応トナカイさんが好きしたから角だらけになってしまいました。角いっぱいありますけどね。サボテンみたいなやつね。まあ正月といえばサボテンですからね。サボテンですね。メリークリスマス。メリークリスマス。イエス。そういうわけで、はい、まあいろんなことをできることやっていきたいなと思いながらですね、はい、今日もライガーさんがどんどん飛ばしていってくれる。いろんなものが生まれてきてますが、ライガーさん出てくってくれた回っていうのは、そういう中で今日も何か生まれるんじゃないかと、ね、楽しみにしております。はい、ということで今日中西さん、はい、何やりますかっていう話なんですか。今日何やるかっていうか、まあとにかくですね、クリスマスもあるんですけど、まあお正月に向けてですね、やっぱお正月もらって嬉しいものって年賀状なんで、はい、その年賀状っていうのは、まあ、日本は伝統的にですね、はい、芋かなんかでですね、はい、作って、スタンプをして何かこう個性的なのを作るっていう芋版っていうものをもう一回ですね、見直してやってみようじゃないかと。古きを訪ねて新しくを知る、おんこちんのその知性心でですね、うんこちんちん。うんこちんちん。まあ、
まあまあ大丈夫、まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。大事変ですからね。そうまだそのぐらいのピー入らないです。大丈夫、大丈夫。行きましょう。正月はもちろん今言われた芋版、はい、ちょっとやろうかなと思ったんですけど、はい、もう一個その、まあ、一番近いイベントとしては、はい、サンクスギブン、もうあったか、サンクスギブン。クリスマスだな。クリスマスだ、クリスマスだ。そうだ、あなたどの格好してるの。クリスマスに向けてケーキを作ってみようかな。おお、大きいね。いや、いいですね、いると思いました。作れますか、ケーキ。いや、ケーキ、ホットケーキぐらいだな。え、怖っ。ケーキだよ、ケーキ。ケーキを作ってみる。そうですね、最初からあのこうやってね、小麦からスポンジ作るのもいいんですけど、あの土台になってくれるあのケーキがありますので、はい、それとあのトッピングをつないでくれるクリーム、ー生クリームに力を入れて作りたいなと思います。おお、はい、生ですか。そうそう、生がいいですよね。生いいね。いいでも生クリームをね、そのままホイップしますね。生クリームをホイップするときのコツみたいな。生クリームのときホイップするコツはですね、あのなんかこう空気を混ぜ込むようにしてこう混ぜ込む。そうですね、っていうのがうまく空気を入れながらこうバーッとこう、あ、じゃあやってもらいましょう。開けましょうか。あの後は残った材料で僕ちょっと作らせていただいて、はい、ホイップだけでいいんですか。ホイップクリームだけでいいんですか。なんかここにグラニュー糖とか、ちょっと待ってください。砂糖入ってね。わかんないな。どこ見どこ見ねえかわかんないですよね。じゃあ今にやりましょう。はい、あのそれはホイップクリームだけじゃなくて、はいはい、グラニュー糖も、グラニュー糖から入れたらいいと思いますね。どのくらいですか。中井選手の、はい、そのさじ加減です。スパさんだけにさじ加減、さじ加減、はい、どうぞ。バッテリーで見るもんなのね。このぐらいで見るもん100g 入って 50g しか入ってない。大丈夫です。でまた舐めて、あ、もうちょっと入れないなって入れてないから大丈夫ですよ。どうですか。はい、じゃあ、お願いします。泡立ってください。これ結構力入れますよ。シカシカシカになって。そうそう。スピードですよ、スピード。もうあんまりできないなら、逆にパンパンもしちゃいます。シャカ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 ジングルベル、ジングルベル、ジングルベル、ダンダンダン、はい、ジングルベル、ジングルベル、ダンダンダン、ダンダンダン、ダンダンダン、はい。どうのこうの、なんとかかんとか、なんとかかんとか、どうのこうの、あなたの、どうの、しっかりやんない。あ、ちょっと機械ない。あんなできない。